これに恵まれて、プロサーファーの村田嵐です。 YouTube を始めます。普段から毎日お父さんがカメラマンとして自分を撮ってくれてて、その風景やライフスタイルや面白いことやサーフィンのハウトゥーや、もう何でもジャンルはサーフィンだけじゃなく何でも出していこうかなと思います。今日1回目の動画で何を出すかっていうと、家の近くに海がない人や波がない日にサーフィンのトレーニングをしたいって方に おすすめなスケボーを紹介します。それがヤウスケートボードっていう、グネグネ、前がグネグネしてる、サーフィンに近いスケートボードです。で、その様子を今日撮ったので見てください。このスケートボードにはトラックに特徴があって、陸でサーフィンのような動きができます。最初はちょっとグネ、前がグネグネしててやりにくいと思ったんですけど、実際乗ったらめっちゃスムーズに動けて楽しかったです。サーフィンのレールワークの練習をすごく楽しかったです。今は千葉県に住んでいますが、大阪に住んでいた時はパークなどで練習をしてました。ガチガチそれってマジでそれってマジマジです。本当か。本当です。